バキの医者ってめちゃめちゃ有能よね。脊椎損傷しようとも、首がへし折れようとも、数時間で完治させてくれるからねー。たくさんさらにボコボコにされてるじゃないか。そんなスーパードクターでも唯一治せない怪我があるんだけどわかるかしら。え、まさか恋の病的な、死ね。じゃあなんだぜ。指の怪我ってのがなぜか治せないのよねー。安藤さんの場合は時間が経ちすぎてるけど、ガーレンの場合は普通に治せそうだけどな。手首は治せるんだけどなぜか指はダメなのよねー。不思議なんだぜ。どっちのドクターが治してるのかしらね。スーパードクターしのぎくれはさんが見てくれてるのか、それとも世界一の外科医がやってるのかだぜ。どっちにしろ神がかった技術ね。怪しげな薬を作って実験体に投与してる奴に見習わせたいんだぜ。しかもホモ。え、男だったのあいつ。男でしょ、どう見ても。どう見てもおばさんだぜ。さて、今日紹介するのはバキが通う一中でレスリング部、全国を制した体育系5人衆の一人。偽バキこと脇本健だー。いや、それ本物のバキだから。おっと、間違えた、こっちが本物よ。まあ似てるといえば似てるけどな。偽物キャラは強さ的には本物に遠く及ばず、ずる賢いってのが定番なんだけど。偽物キャラってわけじゃないだろ。脇本さんは実力は超中学生レベル、戦いは真っ向勝負で素晴らしい偽物と言えるわ。肩一系5人衆ひとまとめに解説じゃなくて、一人一人解説するのかよ。冒険しすぎじゃないのか。マリサ、漫画とはいえ一人一人にドラマがあるのよ。たとえ1コマしか出てこないキャラだとしても私は最低でも72時間は語ることができるわ。解説の化け物かよ。だからこの偽バキこと脇本さんを語ることなんて、赤子の手をへし折るくらい簡単なことなのよ。じゃあ虐待女。ってことで脇本さんを解説していくわよ。おう、どんなやつだったかほぼほぼ覚えてないけどな。公式情報でわかっているのは3年 F 組、レスリングで全国優勝ってことだけね。レスリング部の部長ってわけでもないんだな。レスリング部というのがあるのか、という疑問もあるわね。どういうことなんだぜ。表彰される時に言われていたのは、レスリング部の部や、空手の部なの。つまり、レスリング部ではなくレスリングの部門ってことなのかぜ。そういうこと。一般で勝手に出れるのかぜ。出場資格は、日本レスリング協会に選手登録をしていて、スポーツ障害保険に加入、中学校長の承諾を得ているものよ。一応部活に入ってるって項目はないんだな。まあ部長かもしれないし、エースという可能性もあるわね。でもレスリングの練習なんて施設内とできないと思うから、部活に普通に入ってたと思うんだぜ。可能性はそっちの方が高いわね。レスリングの大会ってどんなんなんだぜ。各階級分けてのトーナメント戦、中学生はフリースタイルのみよ。フリースタイルってなんだぜ。全身を攻防に用いることができるスタイルで、タックルからの攻防が主になるわ。階級はどんな感じで分かれてるんだぜ。男子は、38キロ級から、110キロ級の体重別級階級で分かれていて、女子は34から72キロの級階級で分かれているわ。脇本さんは何キロ級になるんだろうな。そうね、割といい体だから110キロ。最低でも85キロね。どのくらいの人がやってるんだぜ。あんま人いないのに1位とか言っても、比べる材料が少ないからすごいのかどうかわかんないのぜ。うん、階級別で人数は違うんだけど、一番多いのが53キロ級で、111人でのトーナメント、一番少ないのが110キロ級で8人トーナメントね。110キロ級少な、天下一武道会かよ。中学生で110キロ以上ってのがもう稀な存在だからね。そこからさらにレスリングしてるってなるとさらに絞られるわ。中学で110キロって言ったら柔道家か、レスリング家、相撲、そしてトイレ好きかのどれかなんだぜ。イメージ画像は中学じゃないのが混ざってるけどね。なかなか画像が見つからなかったんだぜ。一応レスリングのルールも説明しとく。簡潔にお願いしますだぜ。フォールしまくる、ありがとうございます。なんか今回質問多いわね。気にしないんだぜ。で、脇本さんの話に戻るけど、全国制覇した体育系5人衆、全員超中学生級ってことで話も合うんでしょう。かなり仲がいいわね。あだ名や、ちゃん付けなんかして仲いいことをアピールしてるんだぜ。脇本さんはみんなのことが好きかもしれんけど、みんなはお前のこと嫌いだからな。おい、ひどいこと言うな。脇本さんへの呼び方があだ名じゃないだけで嫌われてるわけじゃないだろ。うん、嫌われてはいないけど、見くびられてる感はあるわよね。え、そうなの。その辺の人間関係は後で話すわね。おう。性格は基本女でおちゃらけだけど、役に立たないものには制裁を与えるなど、非常な面も持ち合わせているわ。ニコニコしてるのとのギャップは怖いものがあるんだぜ。その成果は木本さんは5人の中でネゴシエーター的な役割も担っているわ。
不良相手に交渉し、人前でボコることをしないという狡猾さも見せてくれるんだぜ。ただの脳筋スポーツ野郎ではなく、頭脳と力を合わせ持つ5人の中でもバランスのいいステータスと言えるわ。コミュ力も高そうだぜ。クラスの人気者って感じだな。そして不良の存在意義を秩序維持という点で認めるという、中学生とは思えないほどの視野の広さを披露していくわ。参謀役ってとこか、一人で喋りまくってるからリーダーだと思ってたんだぜ。リーダーの素質はあるんだけどねー。超絶すぎるのも考えものかな。何度も不良に同じようなことを言ってることからも、結構ねちっこい性格だと思うんだぜ。カリスマ性はちょっと足りない感じ。戦う選手を選ぼうとしてるのに、馬車から仲間が飛び出して勝手に攻撃したりするからね。仲間の賢さが足りなかった可能性。まあみんな喧嘩好きだからね。戦闘民族なのよ。優等生のスポーツマンたちってわけじゃないんだな。全国優勝してるのにもかかわらずスキャンダルを恐れずみんな普通に喧嘩してることから、喧嘩好きなのは間違いないわね。もしかしたら喧嘩から成り上がった可能性もあるな。バキにスパーリングの相手をしてほしいとの申し出に、聞いたかみんな、喧嘩じゃないスパーリングと来た、と言っている。これは喧嘩をするのが普通で、スパーリングをするのが異常と捉えられるわね。みんなって言ってることからもみんな喧嘩になるのを了承してたんだろうな。初戦はバキ戦、平尾ちゃんがさっき転ばされたことを考慮して脇本さんに戦闘を譲ってくれるわ。これ平尾ちゃんも戦いたかったのに脇本さんに譲ってるから、やっぱ仲いいじゃないか。平尾ちゃんはみんなに好かれすぎてると思うわ。ユーモアもあるしね。そうなのかーって。バキは相手のルールに合わせての戦いをするといい、熱いレスリング対決がスタートするわ。みんなレスリング中学ナンバーワンの脇本さんがバキを捕まえた時点で勝ちを確信、一撃で決めるなよと余裕の発言だぜ。ここまでは笑いの絶えない楽しい団らんだったわ。これから悲劇が訪れるなんて誰が予想しただろうか。捕まえられた腕を力のみでぶっちぎり逆に投げ返す、文句なしの乾杯ね。不意打ちやラッキーサブミッションで負けたわけじゃないから、負けを認めざるを得ない綺麗な負け方なんだぜ。マリサちゃんを持ったんだけど、崩せないとか考えてないで捕まえた時点で速攻投げればよかったんじゃないか。マリサちゃんは素人ねー。もみじマークつけて歩きなさい。若葉マークじゃねーの。崩せないっていうのは決め技が完全に決まってないのと同義語。あの状態で強引に投げようとしても腕だけがスポンと抜けちゃうのよ。捕まった時点からバキは横に力を入れてたわけだな。ここで実は脇本さんを認めていなかったチトンが入ってこようとする。一撃でやられた脇本さんの心配をするでもなし、呆れてるご様子。脇本さん死にかけてるのにひどい豚野郎だな。この脇本さんの敗北を見ても自分なら勝てる、パワーなら負けないとまるで根拠のないデブのみなぎる自信。脇本さんが手加減して負けたって考えてのデブの呆れ顔と自信だった可能性はないのかぜ。遊び好きっぽいから大いにあるけど、一撃死した仲間の心配をまるでしないというのは最悪ね。デブをさらに遮って入ってきた空手の西田くんはどうなんだぜ。彼の真意はわからないんだけど、おちゃらけ状態から一転、戦闘モードに。脇本さんが本気を出しても勝てない相手と見抜き、油断ならない相手と悟ったんでしょう。西田くんは脇本さんが本気を出してると見抜いてたんだぜ。脳筋デブとは一線を画す強さが垣間見えるな。西田くんって実はいきなり前に出るタイプじゃないのよ。不良の時も脇本さんに聞いてたからな。そうなの。だから脇本さんがやられたことで、感情を出さずに怒っていた可能性はあるわね。大相撲からスカウトされてるから問題を起こさない方がいいとか、完全に手遅れだしな。敵討ちのための偽善だったんでしょうね。脇本さん好かれてるやったー。戦闘好きだから、強いものと確信して戦いたかっただけかもしれないけどね。戦いたかっただけじゃないか。瞬殺はされたものの馬騎には認められていて、裕次郎戦のご招待はもちろんされているわ。どうなんだろうな。余裕で切ったように見せて実は相当必死だったのかな。もしくは弾丸タックルのスピードが速くて馬騎が避けられなかった可能性もあるわ。転ばされ、投げ飛ばされたのに馬騎を恨んでないあたり、敗北を認め、相手を称える懐の広さが見えるんだぜ。最後はまたもや鬼が暴れて半殺し、個人的には雑魚戦でもいいから強さを見せて欲しかったわね。実際どのくらい強かったんだろうな。迷路もどきだと不良20人分って書いてるけど、あの時の馬騎がまるで苦戦しなかったことからもそれはないわね。不良20人の実力だったら最後に集めたメンバーの中にいてもおかしくないしな。いえ、仮に脇本さんが50人分の不良戦力でも多分呼ばれてないわ。なんでだぜ。おそらく不良100人分のリベンジに不良20人の戦力かける5を集めた。つまり不良で20人分の戦力を集めてほしいっていうのが馬騎の要望ってわけ。脇本さんは不良じゃないから却下ってことか。脇本さんの戦闘面は綺麗すぎるからね。不良の何してくるかわからない戦術に対応したかったんだと思うわ。じゃあ脇本さんの戦力は結局わからずじまいか。
単純な推測ならできるわよ。お願いしますのだぜ。不良4人相手は全員区でもないようだったから、不良6、7人分ってところかな。どういう計算方法なんだぜ。単純計算よ。計算できるとは思わないけど、脇は不良37人に負けるってことは、5人衆の力が均一だと考えて、1人頭、7人分かける5で35人分でギリギリ脇が勝てるって計算よ。なんて無理のある計算。これから偽脇としてライバルポジで再登場することを願ってるわ。ない、ないし、偽脇だと思ってんのお前だけだから。さあみんな集まれ、なぜ何脇マニアックイズの時間だよ。頑張るぞい。問題。脇本さんが不良たちに会うたびに何度も何度も聞かせていた不良の存在意義すべてをまとめた素晴らしい口述を述べよ。わかるか、バカなのかな。さあシンキングタイム。なんで脇本さんの服に書いてる英語とかいう問題じゃないんだよ。内藤さんと被っちゃうからね。一度説明したものを問題には出さないわ。ぐぬぬ。さあシンキングタイムスタート。価値観のみに生きる孤高の戦士たち。はい、正解。だろうぜ。発言をまとめた回答だから2点あげましょう。何点中だろう。さて正解は、社会的には決して称えられることなく、ただただ己の価値観のみに、決して努力せず、決して汗もかかず、労せず、して敵に勝つことに苦心する孤高の戦士たち、でした。死ね。これくらいプロバキラーなら空で言えるくらいじゃないとね。私はプロバキラーじゃねえ。なんだプロバキラーって。じゃあ最後に前回の広告者様たちのご紹介よ。よっしゃ行くぜ。アイアイさん、実はご愛顔だぜ。ナナさん、ヤングリングの小説だぜ。カキサクさん、大学スムーズのブレンド取引。ネコネブロさん、圧倒的可愛さ。キンさん、タブじゃないことを狙うぜ。タリーさん、青春そうなんだぜ。バランスのいい山本さん、アバランスのいい山本選手が。タブナブさん、カリカリの運命の犬なんだぜ。タラオフキンさん、タントップでジャイアン。さん、なんかしゃべれ。私さん、いつもありがとうなんだぜ。ユーさん、ユーリアさんは可愛いんだぜ。515さん、ナンバーモーだぜ。タラバー、敵も缶詰。カマルさん、三度目だ。サロンさん、全然大好き。いつもいつもありがとう。動画作成のみならず生きるための糧になってるわ。思いは、じゃ、今回はこれまでよ。また次に会おうなんだぜ。バイ。